TTA 和祭2022ボリューム18大阪北ジュニア大阪駅時空の広場ガンダムトークなど東マンジーム全国制覇マンジ。眩しくてスマホのボタンがどこかわからんけど、まあ、こんな感じの景色ですね。すごく綺麗です。でですね、ガンダムコーナーがあるのでちょっと見ていきますね。これまあ最新のガンダム。これ昔まあジムやん。超懐かしい。これ雑魚キャラやん。ジムやん。これザックやな。まあいろんなガンダムおったな。懐かしい。あ、おったおった。あ、ええと、おった。これ知らんし。これ初代。いや、RX78 か。うん、ガンダムやな。ザックやな。これ、超いいアムロな。この世代が一番分かりやすいけど、シャアとかな。シャアおらんし。セーラさんおるな。あ、これはまあ全然揃ってるな。ガンダムおかえりホワイトベース。まあとりあえずガンダムばっかりやな。ガンダムばっかりですな。でですね、まあすごく眩しくて何も見えない。一切見えないです。まあその中で、まあとりあえず前に歩いていきますね。とりあえず TikTok 映画祭2022ということで、大阪編ですね。今開発工事が進んでます。まあまあ人がね、多いです。とりあえずね、この花を見て癒される。花を見て癒されましょう。あじさいやな。まあそんな感じですね。まあ、そこへ行くとちょっと後ろわけなんですよ。風が気持ちいい。とりあえず花がね、綺麗です。超絶綺麗。まあとりあえずね、京都、伏見なり、あとどこ行くか行ったっけ？行ってないな。ほんで、大阪南で今が大阪北の梅田ですね。まあね、こういう感じで日本庭園の綺麗さがねありますね。はい。まあね、 TTA 映画祭もですね、これでボリューム18になります。ちょっとこういう感じですね。すごく長いエスカレーターを乗ってます。景色が綺麗ですね。ビューン、大阪駅です。とりあえずね、下の方にどんどん降りていきます。ただいま4時です。大阪駅です。空の広場です。名探偵コナンのですね、カフェがあります。空を見上げると大阪駅。以上です。